5、アテネ、その国政と政治過程、貴族の政権独占。アテネはドーリア人の攻撃を受けたが、その侵入を許さず、自主的な発展の道をたどったもののようである。しかしおそらく移住者が多く、アティカには多くの集落があったらしい。アテネ国家の発生についてはプルタルコスのテセウス伝をはじめいろいろな伝説が絡みついており、また後世の発明もこれに混じっており、確かなことはわからない。ただ貴族制の政務官の一人にバシレウスと呼ばれる役職があったことから、初め王政だったのが前9世紀頃には貴族の政権独占が確立され、その過程で王権否定の方向が強まり、王は貴族制の一役職に落とされることによって残ったものであったらしい。貴族制の政務担当者はアルコーンと呼ばれ、いろいろな経過を経て前8世紀末か前7世紀初頭には任期1年の9人のアルコーンができたらしい。貴族の政権独占の段階でいわゆるシュノイキスモスが起こったものと思われる。ミケーネ時代のアテネの政治状況は分かっていないので、それと歴史時代に登場するアテネとがどのように関わり合っているのかは明瞭でない。ただアッティカの統合以前は各地に独立の集落ないし部族があって、それぞれ族長をいただいていたと推測される。そしてそれらがアテネの有力者によって統合され、小共同体の成員はすべてアテネ市民とされたに違いない。ここで大切なことは、スパルタ国家の成立事情と異なって、アッティカの村々がアテネに支配されるというのではなく、村々の共同体成員、先に述べたアリストテレスのオイコス、公明、ポリスという図式に従えば、公明共同体の成員が同時にポリス市民団として統合されたということである。この段階で自由な住民が貴族エーパトリダイ、農民ゲオーモロイ、工人デイミウルゴイに分かれていたことは確かであろう。その他、貴族の所領で働く隷属農民や市民権に預からない小売商などもいたであろう。しかし、アテネの共同体の構造的本質は、中小土地所有農民のクレーロス所有を中核とする共同体であったという点にあった。ここでも右の自由人の3区分は、経済的支配と従属という階級関係にあったのではない。それらは原則的に平等な共同体成員として存在したのであり、経済的基盤と政治的実権を異にするに過ぎなかった。そしてアテネに実際に集中したのは貴族と工人で、農民と一部の工人は元の村々に分住していたと考えられる。アテネ市民は4つの血縁部族からなり、各部族は3つの兄弟団からなっていたらしい。兄弟団はいくつかの氏族、ゲネーからなり、この氏族には貴族の家だけが属していたもののようであり、農民や工人は別のオルゲオーネスと呼ばれる氏族に対応する集団を作っていたらしい。フューレは3つのフラトリアから、フラトリアは30のゲノスから、ゲノスは30家族からなるという整然とした構成は後世の発明であったらしい。貴族制アテネの背骨を成す機関は、スパルタの長老会にあたるブーレー評議会で、終身議員からなり、アレイオス、パゴス、軍神アーレスの丘の井で、アクロポリスの西側にある石の丘の評議会、あるいはアレオパゴス会議と呼ばれた。この名の由来は明確には分かっていないが、評議会はここで殺人罪を裁いた。もともと殺人というものはホメロスの詩にも反映しているが、国家に対する犯罪ではなく、当事者たる
フラトリアの処置すべきもので、血の復讐はフラトリアの聖員の義務であった。しかし死者の魂の信仰と関連して殺人者すなわち血を流した人を不浄者と見る考え方が強化するに伴い、血を流すことは清められなければならない犯罪とされるに至り、殺人は共同体の神々に対する犯罪とされ、したがって共同体たる国家の関与するところとなった。そこで初めは王が、後にはアレオパゴス評議会が殺人犯を裁くに至った。前7世紀にはエレウシスを合わせたが、この時代に盛んだった植民地建設には乗り出さなかった。しかし先に述べたギリシャ世界の経済生活の変革はアテネにも及び、オリーブの輸出も次第に行われるに至り、また製陶術も発展した。このことはある貴族をより裕福にするとともに、ある貴族の没落を招き、また平民でも従来とは違う形の富を手に入れる機会を持つことができるようになった。とはいえ、それはまだ共同体を危機に落とすようなものではなく、富は依然として土地所有を基準としていた。このような状態の中で、前7世紀にはアルコーンをはじめとする貴族制の役人は、家柄の良さと富によって選出されていた。アテネ市民はこの頃、土地から上がる大麦、小麦、ブドウ酒、オリーブ油などの収穫の高によって、事実上4つの等級に分かれていたようである。第1級市民は、年産穀物500メディムノスを出す土地持つもので、レンタ・コシオ・メディムノイ、500メディムノス級と呼ばれた。オリーブやブドウの栽培が盛んになってからは、穀物と液状産物を合わせて500メディムノス以上産する土地を持つ者がこの級に属した。第2級市民は年産500メディムノス以下、300メディムノス以上の土地を持つ者で、大体において馬を養っておいて戦争には騎乗して出られる人に相当していたので、ヒッペイス、騎士級と呼ばれた。第3級市民は300メディムノス以下、200メディムノス以上の土地を持つもので、ゼウギータイ、農民級と呼ばれた。第4級市民は200メディムノス以下の商農や手工業者で、テーテス、労働者級と呼ばれた。アルコーンになれるのは上位2級で、第3級は歩兵の主力をなし、第4級は軽装兵や兵船の漕ぎ手となった。この市民の等級は市民間の財産の不平等を如実に物語るものであるが、そしてそれによって政治への参加の度合いも異なっていたが、それらの間に経済的搾取としての階級関係がなかった。これがポリス共同体の特色であり、曲がりなりにも共同体製品の平等の原則がそこには存在する根拠があった。アルコーン職は元筆頭のアルコーンとバシレブスとポレマルコスであったが、前7世紀中央に法を検討し判決の記録を保存することを目的とする6人の立法家がこれに加えられた。6人の立法家はエウパトリダイから3人、ゲオーモロイから2人、デミウルゴイから1人という構成を持っていたのではないかという説もあり、もともとはアレオパゴス会議の下に置かれた法律関係の委員会であったのかもしれない。アルコーンはスパルタのエフォロイにあたり、アレオパゴス会議はスパルタのゲルーシアにあたり、そしておそらく当時は無力化していたにもかかわらず、時々は開かれていたであろう民会はスパルタのアペラにあたる。それゆえスパルタの国政は、その社会経済構造は別として、アテネの貴族制とそれほど変わってはいなかったのである。スパルタを異例としたのは、アテネその他のギリシャ諸市が多く貴族制を乗り越えて
もっと先へ進んでいったという歴史の経過そのものなのである。キュロンの陰謀。アテネの民主制は平戦の漕ぎ手となる労働者級市民の政治参加によって実現されていく運命になったが、このような兆候はすでに前7世紀の新しい時代に始まったようである。すなわちアテネが平戦を作って海上に勢力を伸ばすために、4部族のそれぞれが12のナウクラリアに分けられ、そしておそらく各ナウクラリアが1隻の兵船を作ったらしい。そうすると合計48隻の兵船ができることになる。しかし当時海上活動での先進国はエウボイア島のカルキス・エレトリア、地境部のコリント・シキオン、それにアルゴスやメガラなどがあり、アイギナは後にアテナと争うことになるが、この頃はアイギナもアテネもエピダウロス、トロイゼン、ヘルミオネ、ナウプリアなどとともにカラウリアのポセイドン信仰を中心とする友好国仲間の中に入っていたもののようである。そしてアテネはアイギナの努力校を採用して新時代に対処しようとしていた。前7世紀後半に選手制があちこちに樹立されていた頃、アテネに近いメガラやコリントにも選手が出現し、貴族制同様の兆しが濃くなっていた頃、アテネにも選手制樹立の陰謀が起こった。前632年頃、貴族でのキュロンはメガラの選手テアゲネスの娘を嫁にもらっていたが、メガラの影響と援助の下で自ら選手になろうとしてアクロポリスを占領した。この時田園に住む農民たちが駆けつけてキロンとその一味を包囲し兵糧攻めに出た。キロンは兄弟ともに脱出したが、一味は守護神アテナの神殿に駆け込み庇護を求めた。時のアルコーンであったアルクメオン家のメガクレスは一味の者の命を助けると約束しながら、これを無視して皆殺しにした。プルタルコスの伝えるところによると、ソロンデン12、この時陰謀仲間は女神に紐を結びつけて、これに捕まってアクロポリスを降りてきたが、途中でこの紐が切れると、メガクレスとその同僚のアルコーンたちは、女神が彼らの命乞いを拒んだのだと称して、彼らをほとんどすべて殺し、ただアルコーンたちの妻にすがって命乞いをした者だけが放免されたという。神殿に逃げて命乞いした者は殺してはならぬという慣習を破ったので、アルクメオン家は汚れた者として忌まれ、後に追放されたが、また帰還を許され、後のアテネでも政治の上で非常に重要な家柄となった。ヘロドトスはこの事件に簡単に触れ、その時アテネを治めていて陰謀仲間の命乞いを入れたが、罪人として捉えたのはナウクラリアの首長たちの当番執務者プリタネイスであったとし、アルクメオニダイが彼らを殺したという罪を着せられたとしている。ヘロドトス歴史5-71。アルクメオン家クレイステネスやペリクレスもこれに属したに好意を寄せていたらしい。ヘロドトス歴史6-121はアルクメオン家の伝承に基づいてこれを記したのかもしれないが、もともと軍編成のためのナウクラリアの首長たちがこのような重要なことについての判断を下す地位にあったとは思われない。この点ではおそらく中級ディデスの方が正しいであろう。すなわち中級ディデスはアクロポリスがキュロン一味によって占領された時、地方の村々から総出で防犯人の討伐に駆けつけてアクロポリスの周りに陣を構えたが、やがてこれらの人々は包囲に飽き、当時国事の執政官であった9人のアルコーンに誤事を委ねて大多数は立ち去ったと伝えている。
初級 D レース戦士1-126。プルタルコスは初級 D レースに従っているのである。アルコーンの妻にすがって罪を免れた者がいたというプルタルコスの伝えは別の伝承から取られたものであろう。これらの伝承の中で大切な点は、キュロンが外国メガラの兵力の援助を借りてアクロポリスを占領したということ、およびこの事件に対する農民大衆の反応が現存の貴族制に対してまだ忠誠であったことを示しているということである。共同体にとって外国人は敵対的存在であるから、妻の国の兵力に頼ったキュロンの企ては時期尚早だったと言えるばかりでなく、外国兵の助けというものに対して農民がどう対応するかについての判断を誤ったものと言わなければならない。しかしキュロンの失敗は貴族制アテネに平民の不満がなかったことを示すものではない。市民の間には抗争が始まっていた。しかもこの抗争の中で汚れ者のアルクメオン家とキュロンの仲間で生き残った人々との争いも激しくなった。キュロン事件以後のアテネの国情についてはおそらくアリストテレスの弟子が調査して書いたらしい。アテネ人の国政が簡潔に帰している。それによると、その後貴族と民衆は久しい間交渉することになったが、それは民衆が国政に預かることができず、ことに貧民は男も子供も女も富者に隷属していたからであった。これらの貧民は貴人ペラタイとか6分の1ヘクテーモロイとか呼ばれていた。すべての土地は少数者の手にあった。そして賃貸料を支払わないと当人も子供らも奴隷に落とされた。そこで大衆にとっては当時の制度のうち奴隷になることが最も苦痛なことであったと右のパピルスには記してある。ここに記されている大土地所有の事実上の集中や身体を抵当にする借財などから起こる市民の零落がいつから始まったかは明らかでないが、それが共同体の危機として現出するのは約40年後の前6世紀初頭である。メガラがキュロンの陰謀を援助したということは、キュロンの失敗後のアテネメガラ関係を悪化させるものであった。メガラとアテネは近いだけに対立が起こると激突に発展しやすいし、また両ポリスの海に浮かぶ美しいサラミス島はアテネもメガラも領土として欲しい島であった。一方キュロン打倒に大きな役割を果たした中小農民層はおそらくこの頃から軍事力として認められ、また政治的発言権を増していったものと思われる。ドラコンの立法。キュロンの陰謀が打倒されてから約10年間の事情はよく分かっていない。貴族と民衆の抗争が激しくなったであろうし、またメガラとの戦争が農民の生活を圧迫したであろうと推測されるが、確かなことは何一つ分からない。メガラ人がアテネ領内に攻め込んで農作物をダメにしたかどうかもわからない。そして突然前621年にドラコンが律法家に任ぜられて、現存する慣習法を成文化することを委託され、そしてこの仕事をやり遂げたということがわかっているのである。そして彼の仕事が慣習法の成文化であったとしても、それは貴族の恣意的解釈の幅を制限することによって平民の利益を前進させるものであったと考えられるところから、現存秩序に不満な農民が指導者を見出して貴族層からこの成果をもぎ取ったか、あるいは指導的貴族が国内外の状況に見られる平民の対等の危険に対処するために平民蜂起を予防して
成文法の制定を打ち出したかどちらかであったであろうという推測が可能となってくる。ドラコンについては19世紀末まではアリストテレスとプルタルコスが伝えていることのほかは知られていなかった。アリストテレスは政治学の中でドラコンの法は現存する国政に合わせて制定したものであり、その法律の中には刑罰の重さによる過酷さのほかは何ら記憶に値する独特のものはないと記している。 1274b。 またプルタルコスはソロンはまず殺人罪に関するもの以外はドラコンの法をすべて廃止したが、それは刑罰が過酷で大きすぎたためであった。ほとんどすべて罪人に対して死刑というただ一つの刑罰が定められていたからである。怠惰の罪ありとされた者も死刑に処せられ、野菜や果物を盗んだ者も製材を盗んだ者や人殺しと同様な罰を受けていた。そこで後にデマデスはドラコンはインクでなしに血で法律を書いたという文句で有名になった。ドラコン自身もなぜ大多数の罪に対して死刑を科したのかと問われた時、軽い罪でもこの刑罰に当たると思うし、重い罪に対してはこれ以上に重い刑罰はないからだと答えたと言われていると言っている。プルタルコス、ソロン伝17。プルタルコスはさらにドラコンはアレオパゴス会議には一度も言及しておらず、殺人罪に関してはいつもエフェタイと呼ばれる者どもがこれを裁いたという伝承に言及している。ソロン伝19。前5世紀にアテネで行われていた殺人法はソロンもその後も廃止しなかったドラコンの法を含んでいたものと思われるが、あそこではエフェタイが無意思の殺人の裁判官となっているので、ドラコンは多分殺人罪については謀殺と無意思の殺人過失致死とを区別していたと推測される。プルタルコスはドラコンの法の中に正直な正義を持たないことに対する刑を決めた怠惰法があったとしているが、怠惰法はソロンが作ったものだという伝えもあれば、ベイシストラトスが作ったのだという伝えもあって、にわかにドラコンに帰してはならない。ヘロドトスとトゥキュディデスが共にドラコンについて述べていないのは不思議であって、近代の歴史家の中にはドラコンはアクロポリスに住むドラゴンの信仰から出た架空の立法家だという意見の人もいる。1891年、イギリスのケニオンは大英博物館のパピルス文書の中のアテネ人の国政のテキストとその翻訳と注釈を公にした。それは世界の学会を驚かせるに足るものであった。アテネの国政史についての一貫した叙述が初めて現れたからである。アリストテレスが多くのポリスの国政を実証的に調査していたことは知られていたが、これはその一つであると考えられた。しかし今日までの研究の結果は、アリストテレスの弟子の一人がこれを記したものだろうという見解が妥当であるように見える。このアテネ人の国政はドラコンについても従来にない豊かな内容を伝えている。そしてその内容はこれまでドラコンについて知られていたこととはだいぶ違ったのである。ドラコンは法律を起草しただけでなく、ドラコンの国政といっても良いような国政の元を作ったもののようにそこには記されている。その中で一番大切なことは、参政権は武装を自弁できる人に与えられていたということである。アテネ人の国政4。この武装自弁者とは重装歩兵の装備を自弁できる市民を指している。そしてこの市民がアルコーンなどの役職を選出する母体となっていたことが記されている。キュロン打倒の後、中小土地所有者の中の有力者の中にはおそらくそのような武装自弁者が多く現れたであろう。そしてその発言権が国政の上で正式に認められたのが
ドラコンの時だったのであろう。この武装自弁者には、具体的には従来からあった500メディムノス級、騎士級、農民級の上位3等級の市民が含まれていた。ところがドラコンの国政の中にある規定で、30歳以上の武装自弁者の中から抽選で選ばれた401人が評議会を構成したということは、前5世紀後半に民主政化に起こった下等派の改革の理想像に類似しているところから、それは反民主的な党派的利害が民主制の基盤を作ったソロンより以前のドラコンにその理想を見出したのだという見解が強くなった。しかしこの見解にも問題はあるのであり、ドラコンの国政などは空想の所産に過ぎないというふうに割り切れるものではない。いずれにせよ、ドラコンの立法は平民の貴族に対する構想の一歩前進を意味するものであったことは確かである。しかしそれは貴族制の枠内における改革に過ぎず、アテネ人の国政もドラコンの国政の記述を終わるにあたって、しかしすでに述べたごとく、借財は身体を抵当にして行われ、また土地は少数者の手にあったと記している。ソロンの改革。ドラコンの改革はアテネ社会の根本的な矛盾を解決するものではなかった。中小農民の中には借財のために零落する者が多数出現し、土地には抵当標的が建てられ、中には奴隷に売り出される者もあった。このようなポリス社会の奴隷制的分解は戦士共同体としての市民団の防衛力を弱めるものであった。メガラとの対立と戦争状態が続く中でのアテネ国内の紛争は、零落市民の奴隷化や貧窮化によって先鋭化し、土地の再配分を求める声も出てきた。ここに貴族での賢者でアテネの運命を心配し、アッティカの土地が少数者の手中に隷属しているありさまを憂え、またメガラとの戦いに市民を激励しているソロンという40歳ぐらいの男がいた。彼は常に市民間の抗争は貪欲な金持ちの存在から起こるとしてきたように見える。そこで対立する貴族と平民は前594から3年、一説に592から1年、この男をアルコーンにして社会改革の権限を委ねた。アテネの共同体の危機を察知したソロンがまず手始めに行ったことは、孔子の負債の切り捨てであった。これは負債が元で隷属している人々を一挙に解放するという効果を持つものであった。ソロンはさらに身体を抵当にする金貸しを禁止することによって、将来にわたって共同体の奴隷制的分解をなくそうとした。彼はまた一定限度以上の大土地所有を禁じ、また貧民でも安く穀物を手に入れることができるように、オリーブ油以外の農産物を国外に売り出すことを禁じた。また奴隷工をコリントやエウポイア系のそれに改めた。こうした改革のうちで最も有名になったのは負債の帳消しで、人々はこれを重荷下ろし政策提案と呼んだ。これは共同体の危機に対処するソロンの改革の基本的な性格を示すものであった。そしてこの措置についてソロンを非難する者が現れた。その非難というのは、ソロンがこの措置を友人に知らせたので、彼らは金を借りてたくさんの土地を買い込み、そして間もなく負債の帳消しが行われたので富裕となったというのである。そして後世は昔からの金持ちと思われた人々も実はこの時の成り上がり者だというのである。この非難についてアテネ人の国政の著者は、ソロンが選手になろうと思えばなれたのに、自己の利益よりもポリスの利益を重んじたほどに節制かつ公正であったのだから、こんなことをして自己を汚すようなことはありそうもないと言って、この非難を偽りと断定している。アテネ人の国政 6-2 から4。
ソロンの国政改革はアテネ民主制の基礎を築いたけれども、実際は財産評価に基づいて市民の権利義務を決定した財産評価政治ティーモクラティアであった。すなわち市民を従来のように4等級に分け、アルコーンと財務官には500メディムノス級市民のみがなることができ、その他の役職には騎士級と農民級からもなれるようにし、そしてこれら3つの等級に属する市民は重装歩兵として従軍する義務を負わせられた。第4級の労働者級は何の役職にもつき得なかったが、民会に出席して役人選挙に対して関与することができるようになる基礎が作られた。ソロンの国政改革で最も重要なことは、全市民が参加し抽選で陪審員が決められる法廷において役人を訴えることができるようにしたことであった。この民衆裁判はソロンがそれを意図したかどうかに関わりなく、アテネ民主化の礎石であり、理論的には民衆が主権者となったことを意味する。しかしこれは理論的にはそうなるというだけで、実際に民会が主権者となったのは前5世紀になってからであった。ソロンはまた4部族からそれぞれ100人、合計400人の評議員からなる評議会を創設し、従来のアレオパゴス会議と区別し、法律用語の任に新しめた。評議会はその他政務や裁判の上でも実際上重要な権限を持つこととなった。ソロンの改革でポリス共同体の特徴を端的に示すものは、国内に闘争のある時、両派のいずれかに加担して武器を取らずに中立のような顔をしている者を市民権喪失者アティーモスとして国政に預かり得ぬこととしたことである。詩人かつ賢者であった彼についてはいろいろな伝承が豊かに伝わっているので、それについてはプルタルコスのソロン伝を参照されたい。さて、ソロンの改革はいろいろな点で民主制の基礎となるものを含んでいたが、貴族は負債の切り捨てに憤っていたし、民衆は一切を再配分するものと思っていたのにそれをしなかったと言って不満を持っていた。ソロンは両者の中間に立って、どちらか一方が他方を無視できるようなことをせず、中庸の道を選んだのであった。ソロンはまさに調停者であった。ソロン自身の詩がこのことを歌っている。私は民衆に十分な権力を与え、その名誉については何も奪わず何も付け加えなかった。権力を持ち財産のゆえに尊ばれる人々に対しても不当な扱いをしないように図った。私は双方のために力強い盾を取って立ち、どちらにも不当な勝利を許さなかった。プルタルコス、ソロン伝18。ソロンの改革は市民の奴隷化を防ぐ点では成功し、ソロン以後は身体を抵当とする借財も、これに基づく市民の奴隷への転落も起こらなかった。しかし市民間の抗争はやまず、結局ソロンが予防しようとしていた選手の出現を導き出すこととなった。ソロンが国外旅行に出てからのアテネの内紛がいかなるものであったかはわからないが、現象的にはアルコーン職をめぐる争いになっていたもののようであり、この争いのために2回だけアルコーン職を立てることができなかったと伝えられる。その2回とは前589年から8年と584年から3年とであったらしい。アルコーンを立てることができなかった事態はアルコーンなしという意味でアナロキアと呼ばれた。その後10年経ってダマシアスという男がアルコーンに選ばれ、おそらくそれを利用して選手になろうとしたらしく、2年と2ヶ月の間アルコーンをやめなかった。そして市民たちによってその地位から引き下ろされた。この闘争の結果、次のアルコーンは貴族から5人、農民から3人、公人から2人、合計10人が選ばれ、これらの人々がダマシアスの次の年、前581から80年に支配した。アテネ人の国政13。
ソロン改革の後の闘争は貴族制の旧支配に帰ろうとするものと、ソロンの改革の民主的な線を良しとするものとの間に行われたと見られるであろう。前者は下等政治を求める貴族中心の富裕な市民で、ヘイヤ党ペディアコイと呼ばれ、リクリゴスがこれを率いていた。後者は海岸に住む人々だけではなく、ソロンの改革で生活の改善された農民、工人の中流市民の大衆を中心とする人々で、海岸党パラロイと呼ばれ、アルクメオン家のメガクレス、キロンの陰謀の時の同盟のアルコーンの孫がこれを率いていた。リクリュゴスとメガクレスには政敵となる以前から対立の因縁があった。それは当代並びなき戦士シキオンのクレイステネスが娘のアガリスタの婿を全国から探していた時、全ギリシャの我こそはと思う青年がシキオンに集まってきたが、アテネからは右の二人が駆けつけた。そして結果はメガクレスがアガリスタを手に入れたのであった。ヘロドトス歴史 6-126 から130。先に追放されたアルクメオン家はソロンにより許されて帰国していたのである。選手制の樹立と崩壊、メガラとアテネの対立はキュロンの陰謀とその失敗の時から表面化してきたが、ソロンの改革の後、サラミス領有をめぐる両国の対立はまた激しくなったようである。ソロンもサラミスをアテネのものにするために市民を激励したが、ソロンの親友のペイシストラトスもまた対メガラ戦の勇士として名を挙げ、ことにメガラの外交ニサイアを占領してサラミス占領を容易にしたのは彼だったとの推測も可能である。おそらく前570年から10年ぐらいの間にアテネはサラミス領有を確立し、この地をクレイロスに分割してアテネ市民を入植させ、クレイロスの貸し付けを禁じてここに土着させた。このような植民地をクレイルキアと呼んで、前述のアポイキアと区別する。アテネのサラミス領有はアテネの今後の運命に決定的な重要性を持つこととなった。ペイシストラトスはヘイヤ島でも海岸島でもなく、現存国勢に強い不満を持つ貧民中心の産地島を作り、ある日自ら自分の体に傷つけてアゴラに現れ、民衆の味方であるために性的に襲われたと訴え、ついで民会で彼の身体を守るため50人の護衛隊をつける要求が成立し、棍棒持ちが彼の親衛隊となった。彼はこれを使ってアクロポリスを占領して戦主となった。前560年頃、ソロンはこの時存命中であったらしいが、戦主制に反対する有効な手段はなかったようである。ペイシストラトスが選手になると、ヘイヤ島と海岸島とは一致してペイシストラトスを国外に追い出したが、海岸島の指導者メガクレスはヘイヤ島だけでなく仲間とも対立して、かえってペイシストラトスに近づき、これと妥協しようとした。ペイシストラトスは謀略を用いてアテネに帰って、第1回目に選手になった時から約10年後に再び選手となった。しかしメガクレスはペイシストラトスの2人目の妻として押し付けた彼の妹が夫に無視されると、ペイシストラトスの敵と共同して、おそらく同じ年のうちにまたもや彼を国外に追い出した。ペイシストラトスは亡命中マケドニアに近づき、ストリュモン川に近いパンガイオン金山を手に入れ、これをもって傭兵を雇い、亡命約10年にしてマラトンに上陸し、迎え撃つアテネ軍を破って市内に進撃し、三度戦主の地位についた。前540から39年。ペイシストラトスは従来の国政を変えることなく一人支配を確保し、後世良き時代とされた。しかしその政治には戦士の特色が示されている。例えば10分の1税を取り立てたことや、
親衛隊を置いたことなどがそうである。同時に彼は貧農救済に努め、大土木工事を起こし、公共建造物を営んで、アクロポリスを中心として市内を飾り、海外進出を図り、民衆の宗教を保護し、ホメロスの詩を文字に移させ、ディオニュソス祭りを盛んにするなど、多面的な政策によって国力の充実と発揚に努めた。前528から7年、ペイシストラトスが死ぬと、制裁の二子、ヒッピアスとヒッパルコスが後を継ぎ、ケオスのシモニデスやテオスのアナクレオンなどの詩人を招き、文学を保護した。ところが、選手打倒の陰謀は、広い大衆の力によってではなく、個人的な遺恨関係が元で、ハルモニデスとアリストゲイトンによって実行され、前514年、これが発覚したのを恐れた一味がヒッパルコスを殺したが、二人は捕らえられて殺された。このことがあってから、ヒッピアスは疑い深い残酷な暴君となり、モニキアを城壁で囲んで、万一の場合の海上脱出を確保するとともに、すでに小アジアのギリシャ諸子を征服して、東方に意を振るっていたペルシャに心を寄せ始めた。これによって民衆の反戦衆運動が活発になり、前510年、スパルタの援助の下で、ヒッピアス親子を追放してアテネを選手制から解放した。選手制打倒のきっかけを作ったハルモディオスとアリストゲイトンは選手殺しとして市民に尊敬され、首席の歌にも二人の名は上るようになった。選手制打倒の後しばらくして彫刻家アンテノルによって二人の立像が作られ、アゴラに建てられた。クレイステネスの改革。選手制が打倒され、スパルタ軍が撤退すると、貴族と平民の対立はまた表面化し、海岸島はシキオンの選手、クレイステネスの娘、アガリスタとアルクメオン家のメガクレスの間に生まれたクレイステネスに率いられ、ヘイア島はイサゴラスが率いていた。闘争は初めイサゴラスに有利であったが、クレイステネスは貧民を味方に引き入れて国政の民主化を訴え、やがて優勢になった。そこでイサゴラスはスパルタに頼った。スパルタは民主化に敵意を持っていたので、汚れ者のアルクメオン家の国外追放をアテネに要求した。クレイステネスは国外に逃れ、スパルタ王クレオメネスがアテネに進駐して、イサゴラスの指摘する700家族を特進の角で追放し、イサゴラスとその仲間300人を中心とする下等政治を打ち立てようとした。評議会と民衆は立ってこれに反撃してスパルタ軍を追い出し、クレイステネスは仲間と共に帰還して民衆の指導者となった。アルクメオン家はキュロンの時以来、代々反戦衆運動の中心的な存在であった。ソロンの国政改革の民主的性格の有効性を制限していたものは、従来の四部族制度、すなわち現実的または観念的な血縁部族フィユーライゲニカイの制度であった。ソロン以後の闘争の中心もまた四部族制度の中に包摂される地方の名門であった。貴族の勢力は役人選出の母体となっていた血縁部族の制度に立脚していたから、民衆の味方となったクレイステネスの改革の目標はこの部族制度を粉砕することに置かれた。クレイステネスの改革はアテネ民主制の実際上の出発点を成したにもかかわらず、クレイステネスの人柄や思想についてはそれを知らせる資料がないのは不思議なほどである。ソロンの人となりはその詩の断片や多数の伝承から社会改革者にふさわしいものを感じさせるが、クレイステネスについては生きた人柄を知らせるものがない。ヘロドトスはクレイステネスの部族の改変を説明するのに、母方の祖父にあたるシュキオンの選手クレイステネスの部族解明に習ったのだとしているだけで、
改革者の主観的な内面を開いて見せようとはしていない。ヘロドトス歴史5-67-68によると、シキオンのクレイステネスはアルゴスと戦う羽目になった時、アルゴスとアルゴス人が褒めたたえられているのが気に入らないとして、ホメロスの死についての吟遊詩人の協議を廃止したばかりでなく、シキオン人がアルゴス人と同じ部族名を持たないように、シキオン人の部族名を改めたという。アルゴス・シキオンに共通する部族名とはドーリア人の三部族の名で、ヒュレイス、デュマーネス、パンフェーロイであった。これはドーリア人と先住ギリシャ人の混在を示しており、メガラ、トロイゼン、シラクサなどにもドーリア三部族があった。クレイステネスは非ドーリア系であったが、自分の属する部族をアルケラーオイ、人民の統治者の意味と名付け、ドーリア系三部族の起こりはヒュロス、デュマース、パンフィウロスという英雄の名にちなんでいるのを変えて、フィウアタイ、ヒュース、ブタから出て小豚の意味、オネアタイ、オノス、ロバから出て小ロバの意味、コイレアタイ、コイロス、若豚から出て小若豚の意味としたというのである。これを公式の名にして60年も変えなかったとは言い過ぎであるところから、クレイステネスの反アルゴスの気持ちを表現するあだ名であったろうと思われる。アテネのクレイステネスの部族改編はこの種の時期ではなかった。その頃アッティカには百数十の村があったが、アテネ領のオロポスとエレウテライを除き、アッティカの村々を行政的に統合して30の区に分け、しかもこれをアテネ市の周りと海岸地区と内陸地区にそれぞれ10の区が入るように整え、それぞれの地区から一区を抜き出して結合し、それを部族とした。したがってその結果10部族が作られ、各部族が町と海岸と内陸に一つの区を持つこととなった。この区は原理的には部族の3分の1を成していたから3分の1トリトゥスと呼ばれた。このような機械的な部族の編成によって、従来の地域的利害関係や門閥の勢力は寸断され、アテネ市民団の利害の混合が成し遂げられた。で、このような部族を従来の血縁的4部族に対して地縁部族フィオライトピカイという。この部族改変は国政の機構にも大きな変化を引き起こすものであった。従来の4部族に基づく400人会に代わって、各部族50人の評議員からなる500人会が新しい評議会として誕生した。軍の編成もまた新しい部族をもとにして行われることとなった。こうした重要性を持つ部族制度は、自然村落を基盤とする行政単位としてのデーモスに支えられるものであり、デーモスにはデーマルコス区長がおり、区民登録名簿レークシアルキコングラマティオンを鑑賞していた。この区民名簿はそのまま民会出席有資格者名簿となった。区名は区の中の中心的な村の名を取って名付けられた。こうしてアテネ市民は何がしの子何がしという従来の慣習に代わって何々区の何がしと呼ばれるようになった。しかし後には両方を併用するようになった。行政、財政、裁判など国政の直接の担当者としての評議会に500人常駐することは不可能であったから、1年を10の期間に分け50人の当番評議員が1期ずつ務めることとした。評議員は就任にあたってポリスにとって最善のものを提案することを誓い、執務の責任は主権者たる民会に対して取らねばならなかった。部族の改編はやがて各部族から一人の将軍ストラテーゴスを出す制度を生み出した。将軍職は再任を妨げなかったから、アテネの政治で最も
影響力の強い政治家はしばしば将軍職にあるものであった。さらに有名なオストラキスモスと呼ばれる追放制度もおそらくクレイステネスの改革の延長線上で創設されたに違いない。この奇妙な制度によって市民団はもし欲すれば毎年いかなる市民をも10年間の国外追放に処することができることとなった。オストラキスモスの意図は選手制樹立の企てを予防するにあると一般には考えられてきたが、投票数6000に達したものを追放するこのやり方が果たして選手の出現を防ぐ効果があったかどうか疑問である。選手が民衆の支持を受けてその地位に上る場合は、民衆はその人をオストラキスモスにかけることはしないだろう。クレイステネスの動機はおそらく改革後の政争の中で政治的に不利な状況を作り出すことにあったのであろう。クレイステネスの改革によってアテネに民主制デモクラティアが確立されたが、王政から貴族制へ、立法家、朝廷者、選手制、そして民主制へというこの政治形態の変化は、いずれもポリス共同体というこの社会の基本的な枠の中での出来事であったということにまず注目しなければならない。この政治過程のダイナミックな動きは主として貴族と民衆の抗争という性格から生まれたものであったが、貴族と平民の政治闘争がこのような形で展開された根本原因は、貴族も平民も原則として平等な成員であるべき共同体において現実に存在する経済的政治的不平等をいかに調和させるかという課題をめぐって双方が闘争したことにあった。共同体成員の経済的没落は共同体そのものを危機に陥らしめるものであったから、そのような事態が起こるとそこに民主化闘争が起こるのは当然であった。固定したスパルタの国政に対してアテネの国政変化の激しさは目まぐるしいほどであったが、選手制を打倒したアテネ民衆はさらに民主化の路線を推し進めることになる。政的なスパルタ国政史も動的なアテネ国政史も共にポリス共同体の社会構造の特殊性に由来するプロセスの違いを示しているに過ぎない。スパルタは選手の内の誇り、アテネは何度か選手制を切り抜けて民主制を確立した。この頃にはスパルタの国勢と違うアテネの国勢の特色が明瞭になっていたようである。すなわちスパルタではスパルタ人とペリオイコイとヘイロー体とから形成される階級配置を特色としていたのに対し、アテネでは市民とメトイコイ在留外人と奴隷とからなる階級配置を示していた。アテネの奴隷はヘイロー体とは違って購買された家内奴隷や鉱山奴隷であり、後には自由な手工業者の労働力や公共奴隷としても使われるようになったが、いずれもトラキアや小アジアからの輸入であった。それゆえアテネにおける奴隷制の発展は海外貿易の発展を通じてのみ可能であった。スパルタとアテネのこの構造的差異は両者の対外政策の差異をも生み出す一要因となった。スパルタが鎖国に等しい政策を取ったのに対し、アテネは絶えず外部のギリシャ世界とオリエントに対して開かれていた。以上のことは同じくポリス社会といっても、その社会構造階級配置の点でいかに幅広い多様な形態を取り得るかを示している。この多様性に関心を寄せるのでなければポリス社会の現実は捉えられない。